昨日焼津 YouTube クラブに遊びに行ってきました。なんとさんが主催してる焼津の動画の集まりですね。もう私と増田さんと石田ゆかりさん3人で行きました。大歓迎でしたね。富谷市から来てくれた、そんな感じでした。この交流会一番いいところ、グダグダにならないんですよ。一人ホスト役がいます。そのホスト役が中心となって料理の手配からイベントの手配します。そして最後に1時間ぐらいホスト役が自分のプレゼンができますね。音楽を演奏したり、自分の扱ってる商品の説明したり、他自分が中心になって1時間セミナーみたいなことができますね。まあ、集まる人皆さん意識が高い人だからやりやすいんですよね。あの上の空になってる人とかいないですからね。話を真剣に聞いてる、自分が話す時も自分のことを話す、自分があるから自分のことを話す、ストーリーがあってみんな面白いんですよね。まあ、私も豊橋だから毎回はいけないです。というか私が毎回行くよりいろいろな人に行ってもらいたいんですよね。 YouTube、Ustream、ツイキャス、いろいろなメディアに興味がある人、焼津 YouTube クラブ楽しいと思いますね。最近 YouTube をビジネスに生かすという本とか、仕事に YouTube を生かしていこうという流れがあります。それを先取りしてるのが焼津 YouTube クラブなのかなと思いますね。連絡先下に書いておきます。ぜひコンタクトしてください。番組中だったんで、なんかあとで先にちゃうから。今日はケンちゃんの差し入れで、なんか日本語じゃないです。どちらから今日は今日やら、あれ地点に来ましたよ。あ、はい、そうだな、腹筋ですかね。腹筋、はい、僕腹筋が割れてます。あ本当ですか。本当だよ。僕その腰痛になってたの、この間僕滑り症っていうのがあって、あ、腰痛治んないじゃないですか。なかなかなかなんで、松葉でやってたんで、ああ、なんか知ってるんだね。そうです、もういらねえな。知ったことない。おいしい。ぜひ、豆乳の呼びかけで、すいません。大鈴屋の豆乳。これ飲み物なんですか？飲んじゃった。大丈夫？すごくそうですけど。これね、あれ、あの、おからまで書いた。全部豆乳で、豆腐のおからが入ってる豆乳だもんね。すごい味が濃いんです。めちゃめちゃ健康に。それを1日1本飲めるの？昨日も飲んだから、そうね。お昼飲むとみんなでこれだけ。でもいい。でも体操とかしないですか？体操は昔から武術やってたので。武術？空手やってたんですよ。すげえ。言うことないですよ。だから、あれですよ。ちょっと煮詰まったりすると、肩だけ。知らない。知らない。1年間だけ、最後。空手なんじゃないですか。大学1年だけ。あ、大学だったんですか。通信の空手とか。